どうもこんにちは。 NHK の連続テレビ小説おしんやジブリの人気作もののけ姫の烏帽子御前役など数多くの作品に出演をして活躍されてきた田中優子さん、略奪婚が話題となり魔性の女などと書き立てられたりもしました。今回はそんな田中優子さんについて調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1955年4月29日生まれで大阪府のご出身。中学1年の2学期から北海道札幌市丸山にて育ち、北海道札幌西高等学校を卒業、富士女子短期大学中途退学を経て明治大学文学部演劇学科を卒業されています。明治大学在学中の1978年に文学座に入り女優活動をスタート。1979年 NHK テレビ小説マー姉ちゃんで主役の妹役としてデビューすると、1981年映画ええじゃないか北斎漫画で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞、新人俳優賞を受賞。デビュー間もない24歳の時のインタビューでは、女優という職業に興味を持ったきっかけについて、母が映画が好きでよく映画には連れて行ってもらってた、小さいなりに自分で楽しんでたと思うんだけど、女優さんというのを一番最初に感じたのは性の雰囲気というんですか、セックスの匂いみたいなものをものすごく感じましたね、と語りました。田中優子さん自身もこの後作品の中で性の雰囲気を匂わせる女性を何度となく演じ、評価を得ていくことになります。映画北斎漫画では浮世絵師の葛飾北斎の娘お栄を10代から70代まで演じる中、父の描く枕絵のモデルになるためあっけらかんと裸になって見せたりして話題を呼びました。かと思えば落合恵子さんの小説が原作の映画ザ・レイプでは性暴力を受け心に深い傷を負いながらも加害者を告訴する OL を演じました。当時はもっぱら体当たりの演技が評判となりましたが、今にして思えばテーマ的には時代を先取りしていたとも言えます。そして1983年連続テレビ小説おしんって主役を演じ、アジアやイスラム圏を中心として世界的な有名女優になりました。ドラマの中でおしんは何度となく襲う試練に耐え忍びながらも乗り越えていきます。ただその性格は田中優子さんとはかなり違ったようで、撮影中脚本を渡されるとまず、どこかふざけられるところはないか、どこかバカをできるところがないかな、私が楽しめるところがないかと、おしんの性格の幅を広げられそうなところを見つけることで気力を奮い立たせていたそうです。とはいえおしんの脚本はセリフが長い上に覚えるだけでも大変であり、演技も自由がなかなか効かず、しかも視聴率がどんどん上がっていく中で、少女時代のおしんを演じた小林綾子さんからバトンを引き受けたとあって、田中優子さんも相当のプレッシャーであったようです。ついには収録中に倒れ入院、撮影は1ヶ月休止となりました。しかし同年に映画「天城越え」でモントリオール世界映画祭主演女優賞受賞を果たし、1985年には文学座を退団されています。また歌手としての活動もあり、1986年にはコンサートを開催し、フジテレビ「夜のヒットスタジオ」や TBS「ザ・ベスト10」スポットライトのコーナーに出演。また1987年6月11日には「ザ・ベスト10」にて黒柳徹子さんの代理で同番組の司会を行ったこともあります。数多くの賞を受賞し、一瞬で役になりきることができるなど天才的な演技で、視聴者のみならず映画監督や共演者からも絶賛された田中優子さんですが、プライベートでは沢田研二さんと不倫の末に結婚されています。田中優子さんは1989年に沢田さんと結婚されています。もともと沢田さんのファンだったそうで、1982年4月に再結成したザ・タイガースのコンサートで沢田さんと初対面すると、同年映画「男はつらいよ花も嵐も虎次郎」では
沢田さんと初共演され、1983年夏頃には沢田さんが田中裕子さんのマンションに足しげく通う姿が目撃されるようになるほか、地方のコンサートで2人の仲睦まじい写真が撮られるなど、この頃からお二人の交際が噂されるようになります。しかし沢田さんは当時双子の女性デュオザ・ピーナッツの双子の姉で7歳年上の伊藤恵美さんと結婚されていたため、田中裕子さんと沢田さんの恋は不倫としてマスコミをにぎわせます。やがて沢田さんは家に帰らなくなり、田中さんが必ず彼と一緒になるとマスコミを通じて宣言すると、沢田さんもまた不倫を認める発言を公の場で繰り返し、1985年には田中裕子さんが文学座を退団。沢田さんもデビュー以来所属してきた渡辺プロダクションから独立されたのでした。ちなみに当時某週刊誌には沢田さんが、妻は私の大ファンで、プロダクションの社長が社の功労者である妻から相談を受けて、僕も断れなかったから結婚した、本当は大恋愛の末の結婚が夢だったと友人に話していたという記事が掲載されたほか、沢田さんの友人たちも口を揃えて、ジュリーの初めての恋だと言っていたそうですが、1986年、ついに沢田さんは伊藤さんと一人息子を残し、判を押した離婚届を置いて家を出ると、1987年正式に離婚されたのでした。沢田さんは身一つで家を出たそうで、テニスコートなどを含めた総額18億円とも言われる資産はほとんどが慰謝料として伊藤さんに譲渡されたそうです。沢田さんと不倫関係となった末に結婚された田中裕子さんですが、沢田さんが離婚した当初は沢田さんの人気がガタ落ちし、やがては結婚どころか破局説まで流れたといいます。そんな中、病気で療養生活を送っていた田中裕子さんのお父さんが亡くなると、葬儀の当日には沢田さんがライブの合間を縫って葬儀に参列し、一般弔問客ではなく親族席に座り、出棺の際も田中裕子さんの後ろに控えて田中さんを見守られており、一周忌の喪が明けた1989年11月12日、田中裕子さんと沢田さんは島根県出雲大社で結婚式を挙げられたのでした。ちなみに当時、芸能人は派手な結婚式を挙げることが主流だったにもかかわらず、田中裕子さんと沢田さんの結婚式は他の5組のカップルと一緒に初穂料2万円という地味婚で、11月28日には都内ホテルで披露宴を行うも、中継や取材は一切行われなかったそうですが、宴の最後には田中裕子さんが幸せそうな笑顔で、私は沢田さんという大好きな神様に会えたことを感謝しますと日記を読み上げられたとのことでした。白い目で見られながらも強い意志で結婚された田中裕子さんと沢田さんですが、二人で散歩に出かける姿や行きつけの店でもお二人はいつも一緒で、お酒を飲む沢田さんをニコニコと見つめる田中裕子さんが目撃されており、結婚から30年以上経った現在も夫婦仲は良いようです。これからも変わらずおしどり夫婦パワーで素晴らしい演技を見せ続けてほしいものです。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。